岡本健は、日本の建築家。現久米設計代表取締役社長。日本建築美術工芸協会会長。東京都生まれ。1964年名古屋工業大学建築学科卒業。久米建築事務所入社。1999年同社代表取締役社長。2006年社団法人東京都建築士事務所協会副会長。2007年社長定年68歳の内規により、久米設計代表取締役会長。2014年、一般社団法人日本建築美術協会会長。岡本健設計室を開設し、久米設計特別顧問、光社地会会長、久米の早川建築関連業務共同企業体特別顧問、東京都建築賞選考委員。高校生建築コンテスト審査委員長、赤賞、芦原義信小選考委員等も歴任した。21世紀インタビュー、建築から環境へ、空間を創造し新たな環境をデザインする、岡本健久米の設計社長、in Japanese産業新潮54、14-20、2005-07 Hatt T500CBM 川島鈴鹿。建築計画東京建築賞、第41回建築作品コンクール、戸建て住宅部門優秀賞コア、東京ウェブハット、人事、久米設計の新社長に、山田幸雄専務が内定日経エクステック 2007.06、06、岡本健岡本勝日本建築家協会 AB、第8回高校生建築コンテスト結果、発表応募、テーマ、アニメの中の家日本工学院光社地会第6回、鈴木貞自称名古屋工業大学東京建築賞、第38回建築作品コンクール、東京都建築士事務所協会、第28回赤賞、芦原義信小審査結果伊達報社。ありがとうございます。